ました。はい。M スタイルオート来てますね。いい車たくさんです。いい車ですよね。いくらちゃんもね、はい、もうすでに2台購入しましたよね。購入したんですか。もう2台。はい、購入しました。本当ですか。はい、2台購入して、はい、さらにですね、もう1台。これね、好きなんですよ私。色がもう大好きじゃないですか。もうなんかね、このザビートルなんですけども。はい、これも実はもう10年ぐらいかな。もう10年経ちますか。うん、たちはどうぞ。はい、もう欲しかったんだ、黄色。これも新車出た時からいいと思ってましたね。僕はもうニュービートルも好きでしたけど、出た時ね、かっこよすぎるなと思っちゃって、あ、ちょっとポルシェっぽくて。で、昔のビートルを考えると、はい、ザ・ビートルの方が好きでしょ、はい、まあそうです、デザイン的にはね、はい、こちらの方が走りはいいんだよな。別物ぐらいいいですよね。別物ぐらいいい、かっこいいですよね。だからニュービートルもザ・ビートルもどっちもいいですもんね。どっちもいいよね。でね、ニュービートルは結構ね、はい、こなれてるよね。そうですね、うん、もう安いところだと5、60万でもうぐらい、もっと縦取りはもう少ないですね、はい、少ないです、本当に、ね、特にカブリオレは元からも少ないので、ニュービートルの中でも少ないです。そのこれって、ね、程度いいですね。これは程度いいです。この季節って、はい、オープンの季節じゃないと思いがちなんだけども、これからです。これからでね、はい、オープンは秋から本当に、エルちゃん言ったのに5月1日5月なんだよね。冬とか気持ちいいんですよね。夏はちょっとさすがに今年は特に暑すぎたので、ね、すぎたよね、僕自分のほうがコンパチブルじゃないですか。だからもう夏は無理ですよね。ナンバーついてないですね。そうですね、これは今車検がない状態で2年付きでお渡しになります、うん、ちょっと乗ってみてください。女性が好きそうだよね。そうですよね。でも男の乗っても全然かっこいいですね。いいですよ。綺麗。いいですね、シンプルで、うん、ちょっとエンジンかけて、はい、静か。いいですね。いいね。これはね、僕も乗ったことあるんですけど、乗ってもすごいいいですもんね。あ、いいよね、足回りもいいし、うん、いや、いいですよ。これも黙りますね。え、じゃあテリーさん、これ買った、所有したことないですか。ニュービートルはあるんですよ、はい、ザ・ビートルは購入してなかったですね。これもだいぶこなれたじゃないですか、うん、今、狙い目としてはありですよね。まあ、ありますね。おそらく、これって、例えば3年、5年乗っていても、はい、この値段で売れるんじゃないかな、はい、購入価格で。あ、そうか、これももうでないんですもんね。うん、これももうない。そうですね、なくなっても10年近いですよね、はい、で、値段が結構、そんな安くないですよ。黄色とか人気色だから、はい、これを購入しても寝落ちがしない、寝落ちしないんじゃないかな。これもいいね、うん、これはいいですよ。今やっぱオープンザ・ビートルとか、まあニュービートルもこなれてるし、うん、ゴルフとか、うん、あとミニもそうですけど、この辺のオープンいいですね、全部そう一台一台ね、うん、もうみんな200万円以内で買えるから。そうですよね、うん、あとなんかこう頑張りすぎてなくていい。そうですね、いかにもとかもなくて、今どっちかってほらアースカラーの車でさ、ごつい車が、うん、そうです ね、主流じゃないですか。黄色とか可愛いですね、うん、これ真っ赤もありますよね。赤、赤もあるね。昔さ、黄色いビートル見るといいことがあるっていう、なんかそうですね、ワーゲンで見るとね、都市伝説ね、都市伝説あったよね、はい、これちょっとこちゃん、はい、ちょっと屋根閉めてください。はい、開いてる時もかっこいいな。お客さん帰っていただきます。帰る。ありがとうございました。じゃあな。お父さん運転していくんだ。かわいい。まだですね、貫通してないと思うんですから流せないからこれ。まだね、まあ、少々フェラチオしたとしてもまだね、結構歯当てるタイプだと思うんですから流せないテクニック面は期待できないだろうな。テクニック面は期待できないだろうな。そうですね、まだね、まだね、悪い。じゃあ僕ら調教係です。一時前の女性だって人の娘道路一本隔てて一体こう危ないですね。ロケの途中で行っちゃったいや止まっちゃう。屋根閉めたのに。さあ、はい、あ、こうなるわけですね、はい、どう
全然いいです。いいよね、うん、そんなにあれってね、傷んでないね、傷んでないちゃん、はい、ザ・ビートルになってから、うん、ここがちょっとやっぱニュービートルチョップされたみたいなやつスムーズになって、うん、まあ、ラインは確かに綺麗になりましたよね、うん、でもあの前の丸っこいのもあれも可愛いんですよね。そうだよね。で僕あれ本当に欲しかったんですけど、八王子の方の車で、ね、はいはい、あそこに黄色になったじゃないですか、はいはい、自分で横に立った絵面を、うん、これで見た時に、うん、もうふんころがしみたいに見えたんですよね、うん、それでやめました。でやっぱこっちの方がいいかなって、乗るなら乗って乗ってくださいよ。もう駅の下さ、はい、3体行こう。わかりました。もう2台は決まったから。すごいですね。まだね、午前中ですよ。午前中の食事前でもね、いきなり買って3台。俺もよく買うじゃない、はい、よく言われるんですよね、はい、なんでそんなに買ってんのって、はい、この前も言われました。僕もあのファンの人に、うん、本当にいつも買ってるんですか。本当に買ってるよって言ったら、おかしい。ずっとご招待に持ってるわけじゃないですかね。そうそう、もうね、あっという間でなくなってくるんですよ。あっという間でいいんですよね。この前もね、正常血圧行って、はい、車庫証明、はい、そしたら、はい、何やってんだよでこの、あの婦人警官の方、うち来ましたよ、はい、本当かどうか車の入れ替えなのか、そうそうそう、やってんだかどうかって、はい、いや、やってますよって、ね、本当そうですよね。そうそうそう。でもね、これもいいですね。でもここね、またここにもいいのいっぱいあるんですよね、うん、これもいい。それの PT もね、いいし、3台買うと PT くれるんじゃないのPT ついてきますね、もれなくね。オープンばっか並べて全部屋に開けられるとなんか欲しくなりますね、やっぱね。いや、これ壮観ですよね。壮観ですよ、本当に最高ですよね。いや、本当にね、欲しくなりますよね、さっきもね、なんか素敵なね、親子がね、購入してましたけども、ね、なんかいいよね、まあ、こういう車を屋さんってまた四駆の車屋さんに来る人と違うよね。四駆の車屋さんに来る人は大体ごっつい人たちが多いですよね。ごっつい人多いよね。夢がありますね。いいやな。さあこれ、たっちゃん、はい、何年式なんですか。これ2013年だからちょうど10年落ちですね。はい、走行距離が8万、6万ですね。あ、ごめん、はい、全然走ってないよね。で車検は今ちょうど切れてる動機なんで2年、2年ついて、はい、おいくらですか。店頭表示価格199万8000円。200万だ。200万です。まあまあまだお値段するんですね。そうですね、でもいいな。これ新車種でやっぱりオープンでどのだったら400そうですね、はい、だから値段が下がってないってことですよね。僕も、ね、新車もちょっと考えたんですよ、うん、いいなと思って、うん、アジですね、これ ね、 ね、あれもある。なんかかっこいい。イクラちゃんなんか乗ってるのがかっこいいよね。そうですかね、これの形だったらバフンゴロガシにならなくても済むと思うんですよトップドな感じですよね。そうですね。なんかあのワーゲンなんだけど、オートロックのイメージがありますよね。ということは総額は、総額で220を切るぐらい、はい、頑張って総額200ぐらいしたいね。これですね、うん、そうしたら最高ですね。総額200でもちょっとね、社長さんにちょっとおねだりして、ね、社長マターになりますね、皆さんいかがでしょうか。ザ・ビートルテリー東のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。